大根川は、福岡県小賀市を流れ玄海灘に注ぐ二級河川。下流部は、花鶴川とも呼ばれる。福岡県小賀市小屋の西山に源を発し西に、流れ、小賀市小賀より玄海灘に注ぐ。平安時代に、空海諸国安ンギャの途中に、むしろ内に寄った時に、南無阿弥陀仏と唱えながら金剛杖をついた空海が、大根川の上流に差し掛かり、 空腹になったので橋の上から水面を眺めていたら、一人の老婆が大根を洗っていたので、分けて欲しいと頼んだが老婆は空海が偉い僧侶と知らず、またみすぼらしい格好だったので、怒って川の水をかけた。空海はびっくりしたが、もう一度頼んだ。しかし老婆は顔を真っ赤にして石を投げ、その石が空海の顔に当たって血が流れた。空海は静かに、 人面除夜者と唱え、杖を三度地面についた。空海は見た目だけで相手を判断して応対する。態度に激怒し、今しめのために大根川の水をひやがらせてた。この逸話から、大根川という名前がついた。それからの毎年大根を洗う季節になると、むしろ内では、老婆の今しめのために、水が表面を流れなくなるという。1五十三年六月の西日本水害では、 大根川などの氾濫により、小賀市において床上浸水133棟、床下浸水328棟、被災者、総数2313人もの被害があった。1985年、1999年にも、豪雨による被害を受けている。ありがとうございます。